皆さんどうもこんにちは、スラヤロです。今回も残り6キャラになったルーレットビップをやっていきますよ。ブラピピットこいつらどうなってんだよ。この2人はいっそまとめてやってもいいかもしれない。結構疲れそうだけどそうでもしないと面倒くさいよな。考えどころだな。まあ出ないんですけどね。絶対どっちか来ると思ったわ。マルスは可愛いルキナと使い勝手そんなに変わらないだろうし、ルキナならそこそこ使えるから今回は楽そうだね。早速やっていきます。正直ルキナの方が可愛いから使いたいんですけど、もうビップになってしまってるので使えません。どっちにしろルーレットで出たやつ使わないとダメだからな。そういえばそうだったわ。ダッシュファイターのルキナビップだからあっという間にいけそうだけどね。あれ先行されちゃったな。お相手さんのパーセントすごいことになってきてるが。いやなんかルキナと違ってバーストが難しい気がするんよね。そりゃセンター以外全然バースト良くないからな。え、ルキナの場合空中攻撃とかスマッシュがかなり飛んだけど、マルスだとセンター以外でスマッシュとか当ててもチンカスだからな。ちょっと待って、それルキナでよくね。上手い方たちはセンターで超早期バーストできるからそうとも言えないな。いやセンターとか無理だしどうしようか。とりあえず今はひたすら殴って投げようとしてるけど、毎回こんなパーセントまでなってたら勝てないんだが、復帰阻止するか頑張ってセンター当てるんだな。センター当てられるかな。うわそれウェディ届かないんだ。横スマの後引っ込んじゃうしな。うわもうしないと思って回避上がりしちゃった。これはなかなか厳しいことになってきた。横スマとかパナして早期バースト狙っていくか。全然ダメでした。もうバなんじゃねえか。幸いこっち側はそこまでダメージもらってないからまだなんとか。このパーセントで空前当ててバーストできないってマジかい。やっぱりセンター当てなきゃ一生バーストできないな。シーク使ってる時よりバーストが難しいのさすがに笑ってる。それは多分センター当てるのが下手なだけだけどな。崖ブレスでダメージ稼がれるの相当きつい。リザの空母とか当たればもうワンチャンバーストされてもおかしくないぞ。ほかほか補正マックスだしバーストしない確率の方が低そう。ってところでなんとかバースト。これはセンターだったのかそうじゃないのかがわからん。センターだったら 100% ぐらい余計にパーセント貯めてたな。いやメンタル崩壊しちゃうのでやめてください。なんだかんだ追いついてきてるしまだやれるって。確かに先端があるしこれ実質もう有利か。それは調子に乗りすぎ。調子に乗ってたら結構いい感じ。もう一生調子乗っててくれ。その DA そんな飛ぶ技じゃなくてよかった。はい、復帰中油断するから。うわー結構惜しかったな。とりあえずこの試合でルキナとは難易度が全然違うってことが分かったわ。可愛いし使いやすいルキナ使えばいいだろ。もう質が違うしそれは人それぞれの好みだろ。いやなんですかこの人数の多さは。これは気まぐれ優先ルール。楽しいからいいんだけどさ。お仲間さん屈伸してきてるね。そんなヘラヘラしながら勝てると思うなよ。お前もしてたじゃねえか。これはマジ仲間のウルフさんと頑張って勝ちに行くぞ。テンションがわからなすぎる。とりあえずグーパンしてきてるこの医者をしばかないとダメだ。立ち回り強いゼロサムより毒マリを集中的に攻撃するのはありかもな。陣地とかマナー違反ですよ。チーム戦できねえじゃねえか。毒マリはしっかり復帰阻止で倒しきってと。上から帰ってきそうだぞ。これなら阻止できる。ジャンプも下 B もないし帰ってこれないかな。これで1ストック有利だな。味方も一回バーストしちゃったけど、毒マリをもう一回バーストすればいける。はい勝ちました。ゼロサムにストックあるから注意な。ここで毒マリが取らなかったら2対1で結構楽できるけど、さすがに取りますよね。まあチーム戦だからな。ならさっさとバースト寸前のゼロサムをバーストしちゃいましょう。復帰力が低すぎて毒マリから倒しちゃいそうな勢いだぜ。私ももうバーストされちゃいそうだし慎重に行かなきゃ。これさすがにバーストしちゃうか。けど味方さんもバーストしてくれた。これは今からリンチタイムになってしまう。ごめんよ毒マリ。復帰阻止で楽になってくれ。毒マリばっかり倒してたな。たまにはチーム戦もいいけどやっぱり知らない人とチームはちょっと怖いね。負けたらめちゃくちゃ恨まれそうだもんな。それよな。ちょっと待った、ニストなのに毒マリ3回バーストしててくさ。かわいそう。今度はしっかり優先ルールが優先されたみたいです。よかった。今度はセンター意識してやっていこうぜ。さっきのでセンター当てないとマジで勝てないことが分かったからね。バースト以外でもセンター意識すると被弾減るし剣士の練習に良さそう。これでロイも上手くなるな。センター意識するロイとか何のために存在してるんだよ。やべ受け身取れなかった。ってなんか嫌なものが見えてるんですが。また優先ルールダメじゃねえか。やべえだから村人だったのか。なるほど、安全な時に取り出したり後半にしまえるしな。次のアシストは気合で絶対に取らないと負けだな。うおーおーおー最強してくれ。あ、地味に強いやつ。謎の黄色いガンマンみたいに謎に強いやつだな。これならワンチャンある。これはボーリング間に合わないから普通に帰ってと。カオスすぎるこのゲーム。一回流れ取られると一生ボコボコにされるからねこのルール。モンボロゼチコは闇だったな。うわカプコケコはエブエイ。どういう攻撃するのか知らないけど村人がビリビリして動けなくなってるな。今のは先端じゃないとダメだろう。ってなんで味方のお前が死んでるんだよ。ポケモンとアシストフィギュアには敵味方ないらしいな。チョゲプリーは多分弱いけどどういう技なんだろう。指を振るなんだろうけどパルプンテみたいな感じか。いやマジで指振っただけだった。トゲピーは結局なんだったんだろう。
対象範囲外とかなんだろうけど何が起こってたのかは気になるね。てかスマッシュボールまで出てくるのかよ。もう何でもありだこれ。ちなみに普通に使われたけど外してくれました。危ねえ。モンスターボールいただき。おい、それせこいって、さっきその話したじゃねえか。いやなしーなら被害ないし何でもいいや、はは。しかもこっちの方が広いからアイテムも拾える。残念。相手の狭い方にアイテムが出たらいいのに。ひどい。でも残念ながらこっちにアシストフィギュアが出てくると、ナッシーに弾が跳ね返ってゴミになってるじゃねえか。ナッシーの妨害力エグすぎる。これこそザマーって感じだな。おい、木を育ててんじゃねえ。完全に育ちきったぞ。やべ油断してた。これはアシストフィギュアも出されて結構ヤバい状況になりそう。ベヨネッタの完全上位互換おじさんじゃん。確かこれ結構強いんだよね。気合でモンスターボール取るしかねえ。取れたけど適当に投げると村人にしまわれるから注意な。それはもう分かってたら大丈夫大丈夫。ややこまはさすがに外れ。もう一個出てきたぞ。よし来た。一旦村人から離れてと。スタージェも割と微妙。まだニャースとかスターミーの方がいいな。その場に拘束してくれるならいいんだけどね。なんかいろいろ出てるけど横スマでバーストメタモンはなかなか強そうだな。さあこれで実質2対1だぞ。アシストフィギュアとかでめちゃくちゃ強いの引かれない限りいける。嫌な予感してきた。はい俺の勝ち。ここで面々に出番を取られた男が登場。こいつが参戦していたら面々よりひどいこと言われてただろうし、参戦できなくてよかったねスプリングマン。これはよかったのでしょうか。仕上げに村人の飛び道具を反射できる可愛いサーナイト出して勝ちですね。流れゲーだ。そろそろ普通のルールでやらないと怒られそうなので優先してください。そろそろビップも近づいてきたしな。今度はしっかりアイテムもないの確認できたから安心。2試合ぶりにルールが優先されたな。相手は私たちがまだビップに行ってないピットくんだね。早速めっちゃコンボ入れられてるが、このキャラのクエヌとか多段技めっちゃ苦手で当たっちゃうんだよね。多段技って避けるの難しいよな。こっちはマルスだから相手の間合い外から攻撃していきたい。結局先端は当てられませんでした。知ってた。ウオーダイバ何時代厳しい。上投げしたらギリギリ飛ぶか飛ばないかぐらいか。普通にバーストできちゃった。それも先端じゃなかったけどな。崖で横強とか狙ったらクソ板反撃されちゃった。長いリーチとめっちゃいいバーストよくある代わり結構隙が出ちゃうな。難しい。おっとその横スマの後スキーガードしたくなるよねー。シールドブレイカー最強だったわ。だって先端じゃなくても強いもんな。それは言っちゃいけない。実際先端じゃなくてもいいシールドブレイカーには可能性感じてきた。先端諦めちゃってるよ。先端当てるのなんて難しすぎるので私は逃げます。そしてビップに行ったら一生ルキナだけを使っていきます。本当に諦めてるじゃねえか。今度はなぜか相手もバナンになってるぞ。相手も先端当てられないタイプの人か。いや先端は絶対関係ねえよ。味しめてシールドブレイカー打ってたらバーストされた。さすがにやりすぎ。でも当たれば勝ちですもん。やっぱこれだわ。これでビップまで逃げ切るつもりだな。さては、いやそんなことはないかもしれないですよ。多分おい。シールドブレイカーに気づけたおかげで次勝てばビップになりそうです。確か今だと840万ぐらいがボーダーだったよな。そうだね。おーおっと、今回は気づいたぞ。ストックが2つしかないことに。マジだ。もう面々に間合い管理なんてしてられないので全力で詰めまくって適当に剣振り回します。結局ビップ昇格戦まで先端当てられなかったな。上手い人とマルス好きな人に託します。このキャラはジャンプとかしまくってるけどこれ簡単に駆られちゃうから怖いな。ジャンプない状況で崖が一個積みだしな。面々ほんとスプリングマンに感謝しなよ。なんでだよ。ラッキー先端来たね。面々唯一の弱点復帰を狩るチャンス。上抜けたけどたまたまウェリーの反対側が当たった。運が良すぎる。よしよしこのまま行けば勝てるぞ。あっという間に壊されそうで怖いけども。ジャンプの使いどころミスればそこで死だからな。なんてキャラだ。いやそれは上手すぎだろ。ダーキャン上スマかと思いきやジャスが上スマか。負けたくねえ。この崖で絶対倒しきる。はい回避上がり。でもまた崖際に回避してくれたからあるぞ。はい苦し紛れの横強運回が当たっていく。勝ち方がダサい。これはもう絶対ビップになってるぞ。さっきの試合で確認したもんな。マルチビップ達成です。やるやん。というわけで今回はここまでのご視聴ありがとうございました。私はもうマルスを使わないでルキナを使っていこうと思います。こんな感じだけど気が向いたらチャンネル登録よろしくな。それじゃあバイバイ。